えらい、頑張ったね。俺は感動したよ。こんな弱い女の子がここまでやれるなんて。姉さんより才もないのによく鬼狩りをやってこれたよ。今まで死ななかったことが奇跡だ。全部全部無駄だというのに、やり抜く愚かさ、これが人間の儚さ、人間の素晴らしさなんだよ。君は俺が食うにふさわしい人だ。永遠を共に生きよう。言い残すことはあるかい？聞いてあげる。地獄に落ちろ。とりあえず次しとこう。いやあ、危ない危ない。吸収してる最中に切りかからないでおくれよ。おや？挑発に乗らないね。この子がさっき指文字やってたからかな？俺の能力とか教えたのかい？一瞬だったのにすごいな。無駄なのに頑張り屋さんだね。いや、それにしても今日はいい夜だな。次から次に上等なご馳走がやってくる。好きな人や大切な人は漠然と、明日も明後日も生きてる気がする。それはただの願望でしかなくて、絶対だよと約束されたものではないのに、人はどうしてかそう思い込んでしまうんだ。いるんだろう、出てこい。そこにいるのは分かってる。口の聞き方がなってねえぞ。兄弟子に向かって。